is funk? Funk ね、funk って要はあの元々の意味言うのはですね、臭いっちゅうことですわ。ファンクはね、何が臭いか言うと、こうここら辺であるとかここら辺であるとか、そういうあの臭いっていう、意味やったらしいです、もともとはね。今はもうほとんど本来の意味はノーテ、音楽の方の一つの形容詞になってるわけやけども、まあそういう言うたら自分の匂いじゃないですか、それって。こうそれもどっちかというと恥ずかしい匂いじゃないですか、自分の。そういう恥ずかしい匂いっていうのを普通に出してるっていうのがやっぱファンクなんちゃうかなって話。でも俺もね、ファンクって何かなっていうのいろいろやっぱ疑問はずっと持ってたから、ある時ね、オハイオプレイヤーズってバンドがあってね、そこの親方のシュガーフットっていうね、もう超ファンカティアがいてるわけですよ。でおっさんに、ファンクって何やねんって聞いたことあるんだよね、あの人が日本来た時に。なおっさんはね、なんつったかね、Making joyful noise to the father って言ったわけですよ。それは要はまあ、ジョイフルノイズを親父どものために出すという、それがファンクやと彼は言ってました。要は、ノイズなんですよね、俺たちのやってる、俺らが生きてるっていうこと自体がね、もうノイズなんですよ。そのノイズをいかに楽しく自分に偽らざる、偽ることなく出していくかっていうのがファンクなっちゃうかなっていうのは、そんな感じで今日も音絞り出します。ヒップホップっていうジャンルなんですけども、もともと僕が感じてきたことは、それまではパンクっていうジャンルで僕はいとったんですけど、パンクいうのは難しい音楽を壊しちまえ、難しい音楽を壊して簡単にして何でもええやんけっていう気候のその中の発想の中、難しい音楽を使ってまえっていう考え発想で、僕はパンクこれまでしとったんですけど、あ、何これ、この今まで反発しとったパンクが、でもそんなこだわらんでええんちゃう、ええ曲使ってまえ、で後ろでレコードで回してまえ、
ろ。それに僕は衝撃を受けて、そうですね、それから始めたんですけど、でバンドをバンドってやってると、やっぱバンドの中のどつき合いになったり、いろんなそういうことが多いんで、自分はこうでありたい、自分はこうでありたい、価値観の違いで。でもヒップホップって DJ 対ラッパーやからね、その辺も取っ払った上で、なんちゅうか、あ、発想の音楽や、これは世界を変えるんじゃないかと思ったぐらいです。はい、まだ閉めたわね。